はい、皆さんこんにちは。ファミツアップスターズターザンババゾウです。そしてファミツアップスターズタイガー桜井です。どうぞ。ファミツ APP スターズミヤホです。そしてさらにゲームズラウジカノです。はい、ゲームズジョーです。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、まあ、今までファイナやってきましたけども、来ました。この動画が本当に最後の最後です。最後の最後、いやー、最後の最後だから、はい、気合入れてもらわないと。気合入れていきましょう。はい、まあ、今回一応説明しておきますけども、はい、メガクシーザーの、ファミ2アップのターンですね。はい、後半ですね。後半戦、はい、ちょっとね、はい、最初はあのミヤボーがあの、うん、目隠しして俺が指示出ししようかなと思ったんですけど、うん、それだとちょっとあまりにあのちょっと差がつきすぎると、うん、間違いない、間違いない。それだけはやる前に分かるね。そう、うん、だって僕が、目隠しすることにしました。おお、俺の指示が驚くですどういうことだよ違う違う、俺のゲージが下手なの。あーあー、そういうこと、そういうこと。そうだよね、俺の方がちょっとほっとしてる落ち着いたってそれで落ち着いたじゃあ、はい、挑戦してもらいましょうか。はい、行きましょう。一回じゃあパーティーをおさらいしますか。お、はい、そうですね、はい、じゃあちょっとこの画面に行きましょうか。パーティーは、はい、大城さんのチャンネルで発表したやつと同じですね。同じですね、はい、パーティーは変わんない。フェルナンディ、天草、はい、ノンノアルファ、ノアト、うん、はい、二人即殺ついてるから強い、はい、ナイス、厳選ナイス、厳選ナイスよ。そっから、うん、まあ、でもどうなるかわかんないですからね、うんうん、これは見本です。準備はいいっすか。もう、はい、準備はいいっすか。これで、お、燃えてるぞ。可愛さは、可愛さは勝ってますね。それね、あれね、ナウシカさんがポイってやったやつポイってさっきまで床に落ちてた拾ってこれ R、R、これ R、うん、そういう人いますこれこれは R、R、R、これ R、これ R、 そっからね、確かに確かに。さあ、耳にセットして、セットしてゲージ大事だからね。 L、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  L はいらない。 L いらない、指示、指示聞こえないはい、じゃあいいですか。もう俺、これ出撃ボタン押せるから。お、マジっすか。ここだ。違うよ違うよ、やばいやばいやばい、反則技使ってない、反則技じゃあ、宮本押してあげて。10%だ。はい、2、1、スタート。始まった、ついに運命の、ね、さあ、頼むよ。いや、ちょっとね、そう、これちょっと妨害していかないと。弾いちゃえばいいんじゃない。初めはわかるでしょ、初めはわかるでしょ。あ、アマクサへこんでる、へこんでる、へこんでる。一番下にいる、もう辺についてる。アマクサ辺についてる。そうね。はい、いよいよ、いよいよ。おお、ゲージ合わねえ、やっぱり。ゲージ合うよ。今ね、2体倒した、2体。確かに、左と真ん中倒した下の。まさかゾンビ2体倒すの。いや、次天草で、ノンアルファの横にいて、右上に、どっちに打てばいい。右上、右上ね。あ、浅く、浅く右上。いや、そうだ、浅すぎ、上だって。浅く、もうちょい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 。あ、いいね、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。そこで、ゲージ合わせて。オッケー。いや、撃つとかだけ教えた方がいい。オッケー、うまい、ゾンビ削れてる。いいっすね、もう3分の1以下、両方。なんだろう。縦感、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 縦感ね、絶対縦感して、誰か怒る。オッケー、これ、ゾンビ、オッケー。じゃあ、ゲームウェイズチームは5スイッチまでだったら。で、ベルナンディアスで、ね、左上ならもう負けだ。左上、あ、それ、左スイッチ、ちょっと聞いて。あれは、たったったったナイス、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 ナイス。いい感じだな、言うて。やっぱりね、ベルダンディ当たりたいから、あ、ベルダンディか。そうか、そしたら、適当。適当で大丈夫、これ。適当。たまに来る適当がいい。オッケー、オッケー、オッケー。いいよ、いいよ。オッケーか。やるな、やるな。オッケー、オッケー、オッケー。今、右上だけ残ってるし。よしよしよし。で、これも、あ、もう、ナイス、ナイス、いい判断。やべな、すごい。いい判断で。オッケー。はい。あれ、天草でしょ。で、右下にノンアルファがいて、だから身内に心配されるいいな。で、そう、右の端にノンアルファがいるから、真ん中の頂点にめがけて、ね、左、ああそれいいよ、それいいよ、それいいよ、それだよそれ。オッケー、オッケー、オッケー。ああもうちょい続きだったなー。やばい、確かにどっこいだこれ。で、確かにこれは。これこれはベルナンディに当てるから右上に矢印伸ばして、あーもうちょいつけたい、もうちょいつけたい。あ、オッケーオッケー、それでいこう。ゲージ、おっ、ね、何が危ないの。ゲージが危なかった。ノアが、ノアが、ノアが次ベルダンディね、右上ね。ベルダンディは、あーこれね、
これね、そんな動きたくないような気がするけど、いや行こう、左上に言うと、左上45度ぐらい、それはね、45度じゃない、もうちょい、もうちょい、あ、オッケー、厳しい、ゲージ合わせて、これゲージ絶対合わせてほしい、そこそこ邪魔しないで邪魔しないで、あー、これやばい、これやばい、これやばい、これ、戻った戻った、右上の猫だけ倒しちゃったから、これは右下挟まり、もうちょい下側に OK、 あー、それにつけ、つけすぎ OK、いいや、いいや、ボーイ、それでいいよ諦めた諦めてるそれでいいと思う、おっ OK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 、 これ処理でかい、1、2、4体処理できた、あー、ネクロ切れちゃったか、なんでこれどうするかな、こいつやばいな、もうネクロやな、これは、右の方向に矢印出してもらって浅く、もうちょい、もうちょい角度つけていいや、どっちに、下にあー、もうつけすぎ、つけすぎ、つけすぎ、止まって途中でもうちょい下に角度つけて、それ上行ってるから、いや、それ行き過ぎ、行き過ぎ、その中間ぐらい、あ、それ行き過ぎ、それは行き過ぎ、下下下下、もうちょい下、もうちょい下、あ、いいん、いいよ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 、オッケー、まあ、すごい、何かいるよ、ノアか、ノアは、上に矢印出してもらって指示がで、左左左に、いや、もうちょい右右、それ左行き過ぎよあ、待って待って、優しい、途中止まってご覧や、止まって、逆にストップとか言ったらいいと、あ、じゃあもうちょいゆっくりして、じゃあはい右右お互いね、そうそうそう、右右に、ちょ、意外とその画面の角度がさ、左左、もうちょい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 右右右ちょっとそこ、お、いけ、お、ゲージしっかり、うまい、あー、オッケー、ネクロ倒した、あ、適当適当適当ここ筋の差ね、で、ここで時短してきた、ここで、オッケー、ネクロ倒した、素晴らしい、よし、ちょぼせ、ちょぼせ、ちょぼせ、で、次天草ね、天草で、天草、ノア引っ張りたい、あるから、下に矢印出してもらって、左ちょい、オッケー、そんなに行く、ちょっとグリグリしよう、あ、これでやっていいの、いいよ、いいよ、いいよ、ゲージ上手いんじゃん、ミスらないじゃん、オッケー、いい感じに光ってる、決まってってんな、あ、これやっぱダメだったかもしれない、ダメだかいで、ベルダーマンね、はい、あ、ベルダーじゃねえ、ノンナルコ、ノンナルコ、下にいるんだ、で、ノアが左にすぐいる、左にいるから、そう、こうや、そうそうそう、そんな感じ、もうちょい上じゃね、うん、いや、そこでいいめっちゃいい、めっちゃいい、ネクロも倒した、オッケーオッケーオッケー、いい感じ、周り倒したのもありかもしれない、これ慎重にいって、なしなしか、オッケー、そしたら左のベルダンディに当たりたいから、いや、待って、いや、左のベルダンディ当たろう、左で、もうちょい角度つけ、45度ぐらいつけていい、どっちに、上に上に上に、今下にいるから、オッケー、それでいこうちょっと怒るよね、たまにゲージね、ゲージ、おっけ、いいよ、で、今ね、もうネクロいないから、そして雑魚がもうね、右下のリドラだけだから、うん、これは、右上の方、斜め45度ぐらいでノア拾って、あ、もうちょい角度つけて、ごめん、45度打つの、もうちょいつけたい、さっきのリドラに当たる、オッケー、それでいこう、それだそれだオーケー、よし、これでぐるぐるできてるから、うん、オーケーオーケー、いいよいいよ、今ね、68万ダメージいいね、いいで、これな、これは、今ね、全員ね、上にね、集合してるから、あ、それでいこう、それでいいね、いいカーツ、いいカーツ、いいカーツしてる、うおー、あー、オーケー、できた、できた、素晴らしい、素晴らしい、進んでるぞ、で、ここよ、で、ここ全員左上にいるんだ全員そのさっき言ったやつ以外、じゃノノファーでしょ、今ノノファーで、ベルダンディもう拾ってるから、左の方にノアがいるから、ノア拾いながら暴れる感じで斜め角度つけていい、あ、もう左行けないかも、これなんやてもう行けなくない、ほら行けない行けない行けない、あ、じゃあもういいよ、打っていいよ、ベルダンディを拾ってるからとりあえずいいよおー、いいいい削り、いい削り、ベルダンディ出ねえんだよな、次ノアか、ノアね、横間横間横間右に、あー、右にもういけるかな、あれ左でも左一緒だから、あー、いけるいける
行け、いけないの、無理しなくていいから右行ってる、見えないもう矢印見えないってだから。おお、戻った。戻った。でもっと、え、すごくない？すごい。右に出して、右に出して、右に出して。いや、朝もうちょい下、下、下、下。戻った。オッケー、そんなもんでいい、そんなもんでいい。オッケー、ナイス。うわ、オッケー。うまい、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 うまい。いい感じにネクロンが受け取れてる。で、左下のだけすぐもうやりそうだから、これでもう下手なことしなくていい。難しいなこれ。縦勘でいい、これもう下手に何しもしなくていい。オッケー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 。で次も倒しに行きたいから、天草これ左に矢印まず出して、で上の方、上の方、うん、いやそれは出しすぎ、それは出しすぎ、それは出しすぎ、もう、もうちょい上、もうちょい、ここ大事、すごい意識してあ、もう、もう、もう下かな、もうちょい下、うん、それ行こう、これいけるかな、うん、それで行こう。おぉ、しっかり、うまし、あぁでも、処理でも、うわっ、ネクロン、それしたけど、でもいい、いいよ、いいよ、いいよ。で、これは、縦勘でいいと思う。あ、でもさっきベルタンに届いてなかったな。確かに、喋んないね邪魔してくれた、もし喋んないね。これ、ネクロン溶かすだけでいいと思うから、下に、指示出しのもう練習してるもんね、見て学んでるからあ、もうちょい右頼む、もうちょい左、うーんかもそれいけないと思う、もうちょい下、あの右もうちょい右、もうちょい右、もうちょい右、難しいな、難しい、いいようまい、あーあー、まあでも OK 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 来た来た来た、モルタモルタやばいぞ、でノア右に矢印出して、やばいぞ、てかやばいぞ、え、上に上がって、上に上がって、あ、上がりすぎ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 、うん、それでいいと思う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 、ゲーシャすんない、マジでゲーシャ、神神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 神これやばい、次のための配置だと思えばね、縦勘したよ、え、じゃあこれ縦勘しよう、縦勘しよう、縦勘やって縦勘やって右行っとるから、もうこれ大事、ここでちょっとね、5000入ったやられてもらわないと、そうそう、もうちょっとイザナミに頑張ってもらわないと、うん、ノア引っ張りたいから右上に矢印出して、右上で、もうちょい上の方にかぶつけて、それつけすぎ、前でぐらい、オッケー、それでいこう、全然ないの、オッケー、うまい、あー、うわー、髪行くか、髪倒して、これはこれ横勘でいいと思う、どっちから、左か、左に、左、どう、いいよ、いい角度、いい角度、いい角度、オッケー、いいライン、いいライン、やばいぞ、いいライン、いいライン、いいライン、やばいぞ、天才、天才、天才、ベルダンディ、ベルダンディね、これね、こうだろ、あれこう、いや違う違う違う、次のため動きたくない、多分次左上行っちゃったら、うん、あ、今右下にいんの、右下にちょうどいいな、これ横勘でもうこうキープして次の貫通で引っ張るスタイルでいこう、ゲージ外していくスタイルもある、ゲージどっちでもいい、いやそれちょっと上がってるからダメ、なんでやつなんでやつ、あ、でもいいや、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 ダメージ、ダメージ、ダメージ、これは左上に矢印出して、オッケー、いや、ゲージ合わせ絶対これいいダメージですよ、これやばいぞ、あー、強い、強い、あ、惜しい、オッケー、オッケー、オッケー、でも HP をね、だいぶね、今余裕ある、で、ノンアルファも次、左上左上、ノアを引っ張る感じ、左上にノアいるから、いや、もうちょい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 かけていい、もうちょいつけて、もうちょいつけて、でモンスターストライカーは長方形だからさ、縦のもうちょい、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 じゃあもうちょい、それで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 、全然強いじゃねえ、あー、抜けた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 、
ッケーオッケーオッケー、すごいな。でも普通にイザナミやってるみたいじゃん。確かにめっちゃいい感じよ。慣れてる感あるもんな。で今ね右に3体集中してて、ノアだけ今ノアのターンなんだけど、ノアが左上にいるからこれ下がってる。いや出さないで、今詳細出して出して出して詳細詳細詳細出した今。でこれはアリス、詳細アリス。いや SS はない、 SS はない。右に矢印出して、もうちょいした、もうちょいした、もうちょいした、もうちょい、もうもうちょい、もうちょい、全部拾おう。そこ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 、絶対いいダメージですよこれ。よーいい感じいい感じいい感じ、いかみ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 。で次そのベルダンディ、あこれ下横感、あ横感あるな、下下なんだよね。マッチは無理だと思う。下に矢印出してます。確かに確かに。下に矢印出して、もうちょい浅く、もうちょい浅く。浅くって何？下に浅く。今本当イザナミの右下にいるわけ。足元。うん。だからで右に弱点ある。だからカンカンしたいの下で。うん。だ浅くって俺どっちに今？下に下に浅く、下に浅く。下にって。間違えた。間違えた間違えた間違えた。どっちに動かしたらいいか。角度。あ、そういうこと？それ結構難しいな。じゃあ左左、あ右右右右、もうちょい右。いや右右。お、オッケーオッケーオッケー、それでいこう。それでいこう。これそうだな。ナイス。もう完璧ナイス。すげえ。いいダメ。97まで出る。強い。ワープが出て、でアマクサ、これノーマルも多分拾えるからこれ。うん、縦にちょい左。縦、上に出して、上に出して、ごめん、それ言い忘れた。あ、それでいい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 、それつけすぎそう。これ、あ、それ、オッケー、オッケー、かわいいかよ。おっ、いいよ、いいよ。あー、おー、いい、全然いい。いいダメージ、いいダメージ、いいな。全然いけー。え、でもまだ、今3万。これはいったでしょ。これ縦感、縦感。下から、下から縦感。え、ちょっと待って。めっちゃ綺麗だった。これノア打つな。ノア打つ。次。打つっしょノア。どう？なんかすごい強くじゃん。だって三面でしょ？うん、三面。で今ノアが左にいる。左下。左のイザナミの足元のシールドの横ぐらいにいるから。打てた？打てる。よく触るのね。で上がり左下の足元のシールドぐらいにいるの。そう。もうちょい離れてる。壁に寄ってる。これそんなの欲張りたい。こんなんだな。あ、それシールド拾ってないでしたの。たまにビッグの方が不安そうな感じ。あ、いいんじゃない、いいんじゃない、これでいくよ。うん。お、ゲージ出した。1、2、3。これ3半って消耗なくない？原則がね、やっぱりこれからね。でもノーマルはクソイージだからこれね、縦ちょい右、縦ちょい右、それはね、右しすぎな。これ反射レーザー活かしたいかも。あ、ごめん、なんでもいい、もういいや、これで。もう、なんか指戻す方がなんか大変な気がしてきた。それでいこう。あ、はい、ゲージはちょっとな。ここに来てちょっとね、良くないよ、良くないです。これ、縦に矢印出して、下でいい？上ね。で、左、それ今右に行ってるから左。あー、それ行き過ぎ。右、ちょい右。ちょっ、オッケー。やばい、死ぬ。ノンノアルファね、これね、打とう。左、横感。これきっちり横からしてくんないとマジやばいかも。いや、ちょい上がってるから、ちょい下がってるよ、もうちょい、1ミリ、いや、2ミリだった、ごめん。この調整が行こう、なってるんじゃないのこれ。大丈夫だ、マジ。おー、うまい、オッケー、完璧。あとベルダンディとアマクサがあるのか。そう、アマクサ、しかもちょうどあの横にいるイザナミの。勝ったじゃん。いや、これいっていったな、これ。で、ベルダンディこれ SS 打とう。あ、じゃベルダンディじゃなかった、ノアだから。これは横感したいから右に出して、あ、そっちでもいいよ。まあ、そっちでもいい。で、上に行きたい。あ、それは行き過ぎ。それバハムートの顔よくしちゃうから、ちょっとこれ
もうちょい角度つけたら上、それでいこう、それでいこう、うん、オッケー、よし、オッケー、いいよ、やばいじゃん、いいよ、やばい、じゃあ負けてるよ、何が出てるかして、ストライクショット、オッケー、ナイス、よく触ったね、すごいよ、才能ある、打ててる、あ、もう、なってるから、SS、左に矢印出して、浅く上に上がってた感じ、これじゃね、それ、いいんじゃないいいんじゃない、出るなり止まんないから、いけるよ、ナイスゲージ、ゲージ超大事だね、超大事だね、これ、うわ、やばい、やばい、これもう決まった、次はファクサストライクショットで横換して、勝ちも勝ちも勝ちもし、やば、勝ちもし、多分生勝ちもした、オーケー、勝ちもし、で、左に矢印出してもう SS 打って言ってるから、それちょっと雑、丁寧に行こうか最後だちょい下ね、ちょい下最後厳しい、ちょい最後厳しい、マジ打つなよ、なるほど、実況もめっちゃいいかも、あーオーケー、素晴らしい、ナイス、すごい、勝った勝った、勝てるもんなの、ナイス、すごい、おっしゃ、いや意味わかんねえこいつの言ってること嘘でしょ嘘でしょ、俺結構的確じゃなかった結構ね、だと思ったんだ、普通に途中から普通に伝わってると思いましたよ、見てる時のコースだった、うん、ほらほら、ありがとうございました、よっしゃ、うん、すごいよ、クリアでしたね、無事にね、いや、クリアはやばいね、これはすごい眩しい、落ちてる落ちてる18分23秒、えぇ、いやー、18分23秒やばい、ね、ということで、はい、じゃあ結果を見ていきましょうか、結果発表、まあ、別にタイムとかはどうでもよくてね、はい、はい、まあ、ゲームイズチーム、ボス1、ボス1、はい、8時じゃない、タミツアップチーム、18分23秒、おっ、タミツアップチーム勝利、やったでございます、これ僕ら一回やったことありますからね、一回やったことあるんですよね、あ、ビシャモンテンですもんね、ビシャモンテンですもんね、あ、そうすげえな、すごいと思う、でも普通に、まあ、これね、絆深まるからおすすめですよね、確かに絆深まります、考えは分かる、確かにちょっとイラついたでも分かる、なんか自分のね、あの理想のコースと、なんか弾けない、横、浅めとか言って、浅めどっちだよ、そう、どっちからわかんない、でも意外と指示してる方がストレスないんだよね、あ、うまくやってくれるからそう、最終的になんかね、確かになんか投げれる部分あるけれども、ね、そうっすよね、そうっすよね、お任せね、でもすごい難しい、難しいですね、これやっぱり指示側結構難しそうですね、指示側結構、ね、何を伝えたらいいかとかね、はい、はい、ということで、はい、うん、まあこのね、ゲームウィズファミツアップコラボ、まあ、3回戦というかね、うん、まあ、一応ね、3回戦ったんですけど、うん、最終的にはじゃあ我々が2勝で、ゲームウィズが1勝ということで、そうですね、で、あとは、はい、一応ね、焼肉の方で本戦というかそっち本戦だね、連れ込んで、もう前哨戦みたいな、前哨戦なんかね、まあ、それで僕ら勝っても結局まあね、うんうん、トントンみたいな、そうそう、引き分けになっちゃうので、うん、ね、まあ、そういう感じ、まあでもちょっとね、まあ、嬉しいお知らせがあります。我々が所持する、はい、伝統のですね、ライトニングマシンがあります。おー、あ、ライトニング、ライトニングマシン、ライトニングペイモス、これかこれか、こちらですか、これライトニングペイモスと言います。ペイモス、ペイモス、これやったことあります？ないっす、ないっす。一応ね、もしかしたらお亡くなりになる可能性あるからガチっすか、ガチ、これ結構強いらしい、亡くなりはしないっす一応右手でやった方がいい、右手で、全然、まずこれをじゃあ白さん持ってもらって、え、持って、持つ、あ、待って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 、あ、やばいやばいやばい、もう生涯やいよ、怖っ、怖っ、音怖いんだけど大丈夫、だってファミ通、今赤く光ったの見ました、見ました、あれが青くなるんです、緑になるんですよ、はいはい、なった瞬間にここのポータンをプッシュプッシュすると一番早かった人だけ助かる、あっ、じゃあこれを4人でやって早かった人だけ助かる、シロさんとナウシカさんとババザノさんで、おい、まあ確かに、いやでもこれもぶっちゃけたやりたさあるよ、勝負的な最後の最後の勝負、あ、確かに確かに確かに、いや俺もね、それが出てくる時点でなんかその匂いした今までの勝負あった関係
なかったじゃん。まあしょうがない。まあいいよ。俺が一番に押せば二人とも血祭りあげられる。そうですね。赤に変わった瞬間、最初に押せた人だけ助かった。助かる。赤に変わった。青に変わった瞬間。でも音楽も止まんのか。赤が青に変わった。でもここ注目。あ、ちなみにフライングはフライングした人だけ来ます。マジっすか。フライングダメっすよ。誰かフライングしてください。行きますよ。怖い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 。よマジ俺こういうの苦手なんですよ。マジ。ああ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 どういうこと。これが痛いよ。これこれがフライング。これがね、緑え緑緑になった瞬間押すの。緑早く押すんじゃないのこの競技。違うの。押したらスタートするの。そう、押したらスタートするの。そう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 。痛い。そんな痛いんですか。うん、やば。いやもういいよ、もういいよ。いやもういいもういいでしょ。ナウシカさんはね、もう受けたしね。もう今ね、なんか受けたかったんだろうな。ババゾノさん満足そうな顔してる。よかったよかった。え、どんぐらい痛いんですか。いやもう、うん、ギリギリギリってもう。やばい。いやもうほんと、じゃストライクアウト戦に関わります。あ、マジだ。あ、マジ動かない、ちょっとグッパーしてみてください。大丈夫全然できへん。やばいな。ナウシカさんが自らじゃないとこで声上げたの初めてだ。いやでもやっぱね、ファミツアップといえばこれが有名だから。あ、そうなんですか。これ、これ失礼じゃないその言い方。いやいやいや、この機械だけ有名みたいな。あるよ。あ、そうなんですか。あるから、もうこれ僕いつも見てた。すごい今日これの生がね、すごい本当に嬉しい。ついおっしゃったんだけど。本当に。なるほどね。そういう経験。こういうシステムでやってたんだなってやっぱ分かった。そうなんですよ。こういうファミツアップにルール知らなかった。知らなかった。見てたくせに。ファミツアップに知らなかった。やばいな。いやということでね、はい、戦いやってきましたけども、はい、どうですか。何がすごいどうでしたか。はい、ね、すごくずっと前からやっぱコラボしたいなと思ってて、こうやって泣き声泣き声なんで泣いてる。あれ台本になかった。いやでもすごいね。うん、ちょっと若干本当に泣ける人。いや、まあ思ってたんですけど、うん、ここでね、ついに実現できて、はい、実現しましたね。本当めちゃくちゃ楽しかったです。めちゃくちゃ楽しかったです。はい、これからもね、はい、機会がありましたら、はい、よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ、あ、俺言いますか。そうですね、なんかもともとシロさん、ナウシカさん、なんか他の放送とかでも会ったことあって、うん、ね、もちろんずっとね、なんかコラボしないのかなとか自分も思ってたことがあって、で、ついにね、実現してね、私たちもね、すごい嬉しいです。で、今回ね、最後のバトル、その目隠しバトルとかね、その多分悔しいと思うので、うん、ぜひぜひ、悔しいっす、ちょっとリベンジ待ってますね。いいですね。こっちからなんかリベンジする感じで。確かに。それも職業競技持ってきていいですよ。あ、そうそうそう。それいいですね。それいいです。俺音ゲー得意なんですよ。確かに確かに。悪いけど俺の方がいい。あ、そうだ。やばいから。やばい。桜井さんに喧嘩言っちゃダメなチャンネルだった。いやでもそれも見たいかもしれない。確かに確かに。まあまあそういう機会があればね、またね、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はいはい。じゃあ千代さんどうですか。いやもう僕もそうですね、動画外とかでは結構マルチさせていただくことはあったんですけど、うん、実際その動画でね、コラボとして実際やるのは初めてだったんで、もうね、めちゃくちゃ楽しかったです。うんうん、楽しかったです。めちゃくちゃ楽しかった、うん、本当に。もう家かと思ったね。ホームだった、ホームだった、完全に。結構なんかそのコラボって緊張するじゃないですか。うん、そうとか、ね、まだあんまやったことないんで。そう、俺シャドーバースの時ガチガチだから。それやっぱね、もうまあなんかね、超楽しくやりましたね。また、じゃあどうすか、楽しみですか。しょうがねえから振ってやるよ。まあでもね、正直悔しいっすね、負けたの。ああ、まあそうっすね、一勝しかねできなかったんですけど、でもなんかね、そのまあそれぞれね、何かチャンネルの色がね、その勝利の回は出てたと思うんで、やっぱ僕らガチャで持ってったので、なんかあるなと。まあね、なんかしかなかったって。すごかったね。で、やっぱ未だにやっぱね、ロケット鉛筆。後悔してるんじゃなかった。本当にね、ちょっとね、後悔してる。自爆だけど。でもまあコラボしたら本当にね、
まあもちろんね視聴者の皆さんもね見たかった、なんか本当もこの絵、うん、この並びだと思うんですけども、うん、僕が一番それ見たかったんですよ、やっぱり。ああ、自分でね、やっぱね、もうファミツアップさんの動画、うん、本当見て育ってきた世代なんで、もうだって、はい、本当さ、もう自分がゲームに入る前にこれ見てたんですよ、本当に。それはガチですね。もうターザン、はい、バゾンさんと、もう桜井さんがね、二人で出てた時から、うん、あとね、急にミヤボーさんを友達として連れてきた、うん、ああ、押してもう何回か出たら、なんかレギュラーになったりしてからの、うんね、あと、誕生日プレゼント交換会、うん、ああ、もうでも家で見てて、うんうん、こいつは仲良すぎだろうね。これもう、これゲームチャンネルみたいなやつよくやれてすごいなと思った。そもそも、そうそうそう、だから本当なんかもうバラエティ豊かなね、うん、チャンネル、はい、ということでね、うん、本当呼ばれてたから本当、うん、本当にありがとうございました。はい、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。うん、これだけは、うん。はい、じゃあ僕最後ですか。はい。結構締めた感、久しぶりに締めた感出した。出したら。まあ、俺もちょっとなんかね、うん、ちょっとナオちゃんのこと勘違いしたなと思って。おここでナオちゃん、ちょっと呼び方がね、ただのさ、なんかわけわかんない話をなかなかとするね、うん、あのクソメガネひげの人だったんで、意外となんか面白かったなと思って、ちゃんと最後にね、でも、じゃあでも締め最後はちょっと真面目なこと言うのちょっとおかしいと思うんだよ。結構ふざけてましたけど、おかしい、なんかいいのそれで、ちょっといいのかそれで、ちょっと立てよ、大丈夫、いや、おっぱじまった、いいのかって言ったら、最後大丈夫、おっぱじまった、舐めてる、いや、ちょっとこの圧のなさ、なんでこれ聞いてないやつ、聞いてない、なんだこれ、いやなんか名乗りできたかな、いや今でもすごい仲良さそうに見えましたね、名乗りできたかなと思います。ナシカさんも結構嬉しそうな顔してます、いや、もしかしたらもう来てくれないかこれを機にね、あのみんなでお風呂入りに行ったりする、おー、確かに、ね、取ればいい、はい、そうですね、お風呂チョイスお風呂チョイス、今度は裸同士ね、おー、裸同士って今のくだりを大丈夫なんか最終的にそっちの方向で、そうさ、やっぱね、いや結構ね、ファミツアップさんね、そういうのやるんだよ、あだやるんだ、プラマル先生とかもね、そういうサムネとか、うん、ちょっとババゾンさんとペルマル先生がちょっとそういう感じのね、うん、あとか伝統でなんかあるんだ、あ伝統だね、今それだったんだね、そういう、うん、今理解し勝手に印象つけたねやっぱここを踏み込んだ地はただもの、うん、ファミツアップではなかった、あ、はい、ちょっとよくわかんないおおって言っちゃったからなんかなんか分かったから、桜井が言うとなんか納得するみたいな感じだからさ、ちょっと説得力がね、そうそうそう、いや俺ちょっと自分でもよく分かった自分で言ってくれてよかったということなんで、はい、まあ、いろいろね、楽しくやらせてもらったんで、面白かったですね、まあ、ぜひ皆さんね、はい、どちらのチャンネルもよろしくお願いします、よろしくお願いします、お願いします、はい、ということで、またではお会いいたしましょう、バイ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 